さあ始まりましたチキーズチャンネルアワード MC の東野幸二と和牛の2人です。お願いします。あ、月1回の和牛との楽しい番組なんですけど、はい、なんか吉本の玄関でやったりとか、うん、いろんなスタジオ点々としてますけど、ここまずいね。さっき喋ってて水田と本当に、はい、椅子こんなんなんですね。確かに確かに。サマーズリゾートのこの、うん、これだから偉そうに映るし、うん、なんか別に東京が偉いとか大阪が偉いわけやないけど、はい、地域の人の VTR を東京の3人がこう見るって、はい、態度悪いもんな。これ絶対あかんよ。これダメですね。な、絶対あかんよね。よくないです。見え方よくない。さすが解散ちゃんとしてますね。よくないです。もうあのこんなんに背もたれにこう背中つけたら終わりですよ。そうですよ。自己管理ちゃんとしてるね。当たり前じゃないですか。管理能力すごい ね。 俺はついついうどんとこうやりそうやもん。ダメ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 。お菓子とジュースを置きそう。ダメ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 ですか。でも月に1回ですから僕ちゃんと約束守って、はい、水谷君が好きな漫画、はい、あのカペタ、はい、どこまで、20巻まで行きました。あ、結構行きましたね。いやっていうかその言われて、その前回、はい、言われてすぐ次の日ぐらい買って、はい、ババーってもまとめて読んだから、はい、もううっすら忘れてんねんな。でもめっちゃ俺、いや分かった、うん、俺の好きなバレエのスバルの人や、書いてんの。あ、そうですそうですそうです。スバルも面白いんです。スバルも面白いんですけど、あの人独特の書き方っていうか、ね、主人公が決して完璧にええやつじゃないんですよ。そうですね。すっごい自分勝手な人で、うん、うわすごい切り口だなと思ってて、うん、カペタも案の定そのゾーンに入るというか、うん、名主役全員が目ギンギンなんで、目ギンギンなんで、目ギンギンなんで、でエゴイストなんですよね。そう、みんな全員が。だからその方の作風は結構そういうのが多いっていう。多い。だからあの、めぐみの大吾やったっけ、はい、そうですね、あれもそうなるでしょ。言った特殊能力じゃないけど、はい、突き詰めていくと、うん、人間、まあ、そうですね、才能とか特殊な能力特化して、ほんで目ギンギンになってすごい自己中心的なんだよ。へえ、はい、そんな主人公にこうなんか魅力を感じてこう面白いってなっていくわけですか。めちゃめちゃ感じる。カメラ面白かったですか。面白かった。完璧やった。完璧に面白い。20巻まで行ってあと何巻ぐらいある作品なんですか。30何巻まであると思う。2、3ぐらい。もう止めた俺。一旦ここでやめといて。やめとこうと思った。で、あのでもあの本当にこのパターン好きな先生なんですよ。だスバルっていうのも、はいはいはい、あのバレーリーナの話で、うん、はい、ほんで言うたらお兄ちゃん、双子のお兄ちゃんがちょっと病というか、うん、ずっと入院してる、うん、でそのお兄ちゃんを喜ばすために病室であの猫鳴ったりとかわけわからん踊りして死に物狂いで、お兄ちゃんが明日死ぬかもわからんから必死で踊りまくる。でそのやつのことが実はバレーリーナとしての基礎ができたっていうふうにつながってるけど、カペタも家がすごい貧しい、でもめちゃめちゃ車乗りたいっていうとこから始まるから、うん、はい、でそのボロボロのカートを自分で無理やりなんか腕力とかセンスでなんかそのレースにいや参加していって強いチームを倒していくっていうところやから、バッチリやってんのよ。最高やった。いや確かに東野さんの説明の力の入りをこれは相当ハマってるなっていう。いやハマった、はい、これなおかつその主人公がそのバレリーナスバルもそうですけれども、はい、あのずっとねアドバイスしてくれる普通の家よりちょっと金持ちのバレリーナの女の子、自分はちょっと才能あるなと思ったけど圧倒的なその女の子の前で実力がもうないことが分かって挫折すんねんけど、はい、共に歩んできてなんとかアドバイスするんですよ、うん、ステージの横で、うん、全然聞いてないですよ。弾くぐらい聞いてないですね。全然聞いてないですよ。もう芸技名金技だって舞台見てんだよ。全然あかんやん。そうやな、ね、ね、人間としてめっちゃあかんやつだよ。その作者はねそれうまいよね。そうですね。書かしたら、はい、そうか。だから そういう人間のそういう部分あるよねをちゃんとこう面白く見れるように、なんか嫌な気持ちじゃなく楽しく見れるようにしてくれてるっていう。だ前日までもう友達も私無理みたいな。よくないですよくないですよくないですよ。あ、そうすまる。いやでもねすまるそうやった。すまるそうやって このシーンない怖い怖い、どうしようどうしようで当日で本番当日だったらもう人間で全然聞いてない。ほんと結果出すって、そうそうそう、そんな友達がもう何よあんた結局いつも結果出すやんっていうとこやね。でそれ全くも一緒やねん。カペタもそうやねん。結局できるねん。それのがやっぱ面白い。さすが漫画通やなと思った。うなったもん。なるほど。で
来月読むやつちょうだい。うわうわうわ、まだカペタ残した状態でもう全然もう、あこれねってわかるから次行きたいのよ、教えて。青足、あーサッカーのやつ、はい、その青足ってタイトル知ってて、さんまさんも面白いって言ってたの知ってるけど、さんまさん青足も読んでるんですか。読んでるって言ってた、それ面白いの青足。あ面白いです、面白いです。今までのサッカー漫画とはではありえない、あの設定が、設定というかその、あ、え、主人公をそんなことにしちゃうのっていう。いや、だからキャプテン翼じゃないけど、はい、主人公はだからサッカーが大好きで、ね、圧倒的に強くて最後は必ず勝つ、仲間思いであるライバルがいるっていうサッカー漫画を王道だけど、はい、違うの、うん、ちょっと違うんです。でもこのその途中の事実は言わない方がいいんで言えないんですけど、何巻までの合わし、いや、まだ続いてるんですよ、うん、で今で、18ぐらいです、ね、ぐらい多分でも20ぐらいで僕終わるんちゃうかな、終わるぐらいのところ、ちょっと楽しみ、青足ね、わ、はい、かりました、わかりました。いやいや、東野さん、うん、はい、僕も宿題やってきてますよ。え、ちょっと待って待って、え、それ出てたよね。出てましたよ、うんうん、お宿題を何て言った。明日のジョーですよ。どうやった。前巻読みましたよ僕。前巻で何巻やって感じ。僕が買ったやつは20巻でした、ね、20巻だよ。オリジナルなのかなあれ。だから言うたら、すごいな、初めの一歩とか100巻超えやけど、そうです、ね、昔はもうそれぐらいで20巻やって。そうです、ね、めちゃくちゃおもろい。いや面白いですし、やっぱ、うん、そのあんな人間、あっこまで のめり込んだら、そう生きていけないやろなって思いました自分は。のりちゃんがな、はい、矢吹君はどうしてあんなところでボクシングをやるのみたいな、はい、そう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 、同じ世代の人はね、ディスコで遊んだりとかね、はい、女の子と遊んだりするけど、矢吹君はどうしていつも人と殴り合うのっていう ね、 ね、いや、面白いな。そのシーンは最後にも出てきますからね。で、出てくんねんけど、はい、めちゃくちゃ面白いやろ。面白い、ね、誰が一番好き、どのボクサー好き。あー、僕はでもあのカーロス・リベラ。あー、カーロスね、はい、ちょっと最後はああなっちゃう。でももうかっていう破滅型やもんね。そう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 、もう有名よ、もうカーロスって言うたら、うん、パンチドランカーになんねんけれども、はい、うん、矢吹城との対戦で、うん、その代わりカーロスとの対戦で矢吹は人の顔を殴れるよりもっかいなんだよ、はい、それまで力士とのね、言うたらトラウマで殴れなかった、うん、はい、で殴ったらもうゲロ吐くような状態やったけど、うん、矢吹との対戦であのパンチ取らんかとなったと思い、まだ地域の話しません、あのね、ま、確かにね、なったと思いきや、地域じゃないのよこれ。今地域じゃないです、まだ地域図始まってないです。いやいや、ずっと左上に出てんのよ地域図が。いや違うのよ。で俺でもそれも確かにいいのよ、まあ、で言うたらカールス・リベラがあのホセ・メンドーサとやって、うん、言うたらパンチドランカーの症状なんねんけど、はい、俺金龍飛。あー、いいでしょ、いいでしょ、ね、金龍飛、ね、覚えてないな、どんな人でしたっけ。あのね、ベトナム戦争かな、ベトナム戦争かな、韓国の、ね、韓国の選手で戦争を味わったから、戦争を味わうね、はいはい、ほんで、はいはい、もうお腹空いてもうてて、うん、あれか、ベトナム、あれ朝鮮戦争なんかちょっとそれに定かじゃないんだけど、はい、要はもうちっちゃいガキの頃貧しくて貧しくて貧しくて、うん、で飯食いたいけど飯食いもんがない、で人を襲って石岩でガーン頭、おっさんの頭を大きく殴って、うんうん、でボコボコにして飯食うね、お父さんやって。あ、それからもう物を満腹になれない体になってんね。そう、そのお父さんは子供のために食料を持って脱走してたから、うん、それを奪って子供が奪って食べたから、でそれ以来も満腹にならない、つまりもうボクサーとしても最高の状態、うん、無意識にそうなっちゃって、うん、でその必殺技がもうちょむちょむマイマイ、ね、マイマイ、はい、いやすごいのよ。どんなんでしたっけ。だから俺が例えば川西くんの左の頬をグーで殴る、はい、なんパンチ効いたらそっちこう倒れるよ ね、はい、倒させませんよ、はい、左でまたバーン、あこうかバーン、こうバーン、これがチョムチョムか、これがチョムチョム、マウネ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 、で試合終わったらずっと手洗ってんねこうやって。いや、めちゃめちゃ怖いよね。怖いですね。そう考えると影のある方が多いですね。そう、やっぱりね、なんか梶原一騎先生の本ですから、やっぱ暗い話に、だタイガーマスクもしっかり、やっぱなんかどっかで暗い昭和の漫画はちょっと面白いんで、なるほど、意外とそんなに丹下段平が縦立つんだ状態、そんなに言うてないですね。そんなに言うてない、うん、そうね、力士の方が言ってるんちゃうかなっていうぐらい、っていうぐらい、そうそうそう、
だから白木さんや力士とかもなんか主人公それぞれの役者がね、うん、言うたらボクサーが、うん、なんかいい仕事するコンパクトにまとまった漫画っていうことですから、うん、今日はちょっと噂によるとね、そういう、はい、お話も出るって聞いてるんですけど、いやいやそんな漫画は漫画は漫画番組じゃないんですよ。いやうちの地域を代表した漫画はこちらですじゃないの。この作者の出身者は出身者はとかない、まあ、けど漫画チャンネルになってまうからこれ違いますか、地域のもの、わかりました。この地域図チャンネルアートどんな内容ですか、はい、管理さんお願いします。はい、じゃあちょっと地域図の説明の前に一応さらっとだかいつまんでですけれど、僕もあの窓マギの宿題あの終えてきましたんで、あら、はい、どうやった？どうやった？あ、いや、あの、はい、あのめちゃめちゃ人死んでましたね。はい、僕が見たところで東野さん人死なへんやつ言ってたのに死んでますやんかって言ってて、残したやつ見たらここら辺でむちゃくちゃ死んだ。嘘ついてますね。嘘ついてますね。3話、7話、9話ぐらいびっくりせえかった。とか嘘とか。いや、まあ確かに。そんなことなんて。はい、びっくりしましたね、はい、びっくりするよね。物語としては急になんかこうびっくりすることがあって、でこの種明かしみたいな、そうだったんだっていう事実が発覚したりとか、うん、いやもうほんまに、うん、なんかもう悲しみしかないでしょ。まああれもそうですね、まあ、最後こう優しく包み込んで終わっていく感じあるけど、だけど悲しいですね、あれもね。悲しい、うん、いや窓まぎって最初ミニスカートで食パンかじりながら走っていくアニメと大違い、はい、まんまと騙された。そうですね、あれはそれはびっくりしましたね。いやいや、はい、あそんなハマれんかった。いやいや、あの普通に面白かったっていう、っていうことか。そう、はい、あんま喋ってくれへんからさ。だいぶ長くなるからですよ。長くなるから。そうなんですよ。そんなにあいつ仕事のことばっか考えてるの。いやいや、この3人やったら考えなあかんやろ。わかりました、お願いします。はい、さあということで、日本全国から地元の魅力が詰まった動画が集まるサイト、地域図チャンネルに寄せられた動画の中からその月のナンバーワンを決定する番組です。はい、審査員は我々3人です。よろしくお願いします。月間アワードを獲得すれば動画の投稿者、我々地域図と呼んでおりますが、その地域図に10万円分のギフト券をプレゼント、うん、さらに年間アワードに選ばれればギフト券100万円分を差し上げます。行きましょう。今回10月の月間アワードは、うん、秋のご当地スイーツ戦争ということでね、これ全国各地からその土地でしか食べられないオリジナルスイーツの動画が届いております。その中から厳選された10本の動画がノミネートされています。その中から月間アワードを今日また決定したいと思います。これは皆さん、秋のスイーツは何が予想されますか。まあでも出てくるんやったらさつまいも系じゃないですかね。栗とかは、あ、栗も絶対出てくる。それこそ僕の地元でもあのポエムさんの純栗ってやつが出てきてますし。美味しいの？美味しいですよ。食べるスイーツ俺あんま食べへんから、はい、なんか自分ではなんかスイーツ食べたいなって思ったことあんまない。ないんですか、甘いもん今日食べたいな。あんまないない、ないか、逆に教えてほしいというか。あります、好きなスイーツ。いやいや、スイーツ僕結構甘いもの食べるんで。あ、何が好きなの、秋といえば。秋といえば、いや別にそう何でもええねんけど、まあでもその果物ね、例えばあの、うん、シャインマスカットのなんかとか。あ、あ、なるほどなるほどなるほど、確かにうまい、うん、うまい、うまい。大阪やったら要はあのやっぱあの商店街のとこでカランカランカランって鐘鳴らして、あの陸路おじさんのチーズケーキが焼き上がってたりとか。定番っちゃ定番よね、うん、そうですよね。ああいうの普通に僕は食べますよ。美味しい。水田君は、はい、僕はそうやっぱこの時期やったら牡蠣をなんかこうスライスしてちょっと火通してリコッタチーズと合わせて。いや、分かる分かる。見失った見失ったよ。えなんかリコッタからも漏れへんかった、もう全然見えなかった。角曲がったんかなと思ってあ、分かった、よかった。多分そんな出てこないと思うね。どうでしょうね。さあ、それでは早速見ていきましょう。はい、最初は5本ご覧いただきます。ノミネート動画をダイジェストでどうぞ。まずは茨城県住みます芸人オスペンギンデレスケ、栗がたっぷり高級栗を使った笠間のモンブラン。あ、これね、どうも茨城県住みます芸人オスペンギンのデレ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 スケです。はい、山中です。さあ、ということで今回我々はですね、茨城県の笠間市に来ております。
今回我々がご紹介する茨城県の秋のご当地スイーツは笠間のモンブランでーす。と言いますともですね、この茨城県はですね、栗の生産量がなんと日本1位でございます。1位です。今回我々がご紹介するお店はお菓子の店クリームさんでございます。さあこちらが笠間のモンブランでございます。すごいな。わすごい、すごいね。でかいよ。まずはダイナミックに栗が1個乗ってますし、もう漬物石みたいな感じですもんね。いやほんとそうですね。え、いやその下にね、もうこれでもかっていうぐらいのモンブランもそんな自分では選んだべ。あ、そうですか、はい、その下がね、ロールケーキになっておりまして、ロールケーキなんだ。一番下がですね、はいはい、クッキーでございます。あ、クッキーの、というでも4層になってるわけです。なるほど。中にクリームが入っております。はいはいはい、いただきます。あー、すごい栗か。めちゃめちゃ美味しい。栗の甘さですね、完全に。うわ、美味しい。ロールケーキ行ってみましょうか。このロールケーキ。なんかこうされたんですかね。そう、俺もそう。かわしたんですかね、スマッシュかな。栗かカーブが上に行ったから呼んでますよ。ルパンじゃないです、はい、これなんであんなこれ栗のロールケーキだからめちゃくちゃ美味しい。そこでしか目が行かなくて、ロールケーキも栗の栗。なるほど、栗の味だ。美味しい。本丸のこちらの値段700円超えやけど、ね、やっぱりリーズナブル感じるよ ね、 甘く煮たね、この大きさやと。渋皮めっちゃ好きですわ。いただきます。うん、まっ。笠間の栗うまいわ。本当だ、上品。甘さがクリームがあったでしょ、白い、うん、その中から栗のクリーム。あ、本当や。おー、栗のクリームが真ん中に来ました。優しいな。仕事できますね。いや仕事できるわ。味わいがありましてね、めちゃくちゃ美味しいんで、悲劇がなく髪の毛だったから、ぜひ皆さん一度笠間のモンブラン食べてください。優しさが優しさ出てる。優しい笑顔。さあ続いては福井県住みます芸人、めしめしあがれこにお、すぐ売り切れちゃう老舗餅店の秋限定スイーツ。あ、うまそう。福井県住みます芸人のめしめしあがれこにおでございます。さあ今回はですね、グルメに特化した秋スイーツという、ね、テーマでございまして、とある、お餅屋さんに、秋スイーツを求めに行ってきましたので、こちらをご覧ください。あ、来た。ご覧ください。というわけで今日は、福井市の、こちら大吉餅さんに、来ております。こちらで、ですね、秋スイーツ期間限定のですね、商品があるとのことで、早速お邪魔したいと思います。さあ、今日はですね、こちら大吉餅10代目の森純一郎さんにお話しお伺いしたいと思います。森さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回ですね、はい、ちょっとの秋スイーツということをちょっと探しておりまして、はい、この大吉餅さんでちょっと期間限定の秋スイーツがあるとお聞きしたんですけども、はい、早速その商品見せてもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます、大吉餅、季節限定の、はい、秋スイーツはこちらになります。はい、お、さあ、やっぱりええやん。早速 こちらの方はまずこれこれ栗を、あれそうですよね、今入れてた栗餅、まあ、栗餅いうのがこちらが栗赤飯。あ、これいいな。栗餅と栗赤飯、これはもういつもこの秋限定なんですか。そうですね、9月頃から10月頃まで。はい、これちょっとこだわってる部分とかありますか。栗を剥いてですね、はい、まあ、蒸して、使ってます。へえ。甘露煮とか、はい、あの味付けをせずにも栗のそのままの甘さをこう生かして、うんうんうん、商品に仕上げてます。ケーキ屋さんみたいなこう店構えとかお買いのお店で美味しさとかも分かるけど、お話もお伺いしまして、こちら全部古いから、ね、まずは当たり外れが分かれへんですね。あんま分かれへん、あんま分かれへんね。栗餅、さあ、というわけでこの栗餅いただきたいと思います。でかい栗ですね、うん、うん、うまっ。おー、大きい。中にめちゃくちゃ栗入ってる。もうちょっとあんことかがなんか多いんかなと思ったので、結構栗でしたね。うん、ほぼ栗だ。めちゃくちゃ美味
美味しい。さあお次は栗赤飯でございます。これうまそうやな、ね、栗がねやっぱりでかいんですよね。やっぱスイーツの買い物がうまそうか。やばいやろなこれ。もうねやっぱ赤飯と栗めちゃくちゃ合うな。ごま塩かけたい、ね、栗の甘みと、うん、そこのもちもち感がねめちゃくちゃうまいです。ぜひ皆さん福井お越しの際は、うん、大吉もちさん立ち見てはいかがでしょうか。今日はこの辺りで秋スイーツを紹介させていただきました。おしまいです。まいまい。まいまい。さあ続いて岡山県住みます芸人ハロー上田さん、縁西明義さん、ハロー上田贅沢な今田さんが可愛がって桃尽くし桃を1個使った桃太郎岡山県住みます芸人のハロー上田です。ハローさんだ。そして輝くウェイ。あ、言わなあかんやつ。そしてカメラ撮影してるのは同じく岡山県住みます芸人西明義です。よろしくお願いします。撮影今、ね、ハロー上田さあ。なんか先輩方に吹かしてんちゃうの。嫌やな、だとしてたもん。嫌やなかもしらん。俺の方が知ってるから出た。店前も美味しそうですけども、早速入っていきましょう。この店内むちゃくちゃカラフルな色ですね。店全体がすごい華やかです。そしてこのショーケース、ここももう色とりどり、全部うまそう。より岡山らしいものを今日は用意していただいてるんよ。桃、エニーさん桃じゃないですか。丸ごと1個使ったスイーツです。うわー贅沢。すごい。しかも周りをこれゼリーで包んであるんですか。どんな感じなの。ちょっとこう、あ、すげえ。これ見てください。これ中もゼリーが入ってる。ゼリー、桃丸ごと1個、その中にゼリー。うまいもんね。うん、あれうまとらそう。うまい。桃自体も美味しいし、ゼリーも甘みがあって、その中になかったように喋り出してる。桃の香りが豊かに広がるんですよ。これはまさに岡山県でしか食えません。さあ出演者交代しました。これ見てください。もっとすごい映えるスイーツです。すごいね、これ。桃丸ごとそのままどんどん出されたんですよ。いただきます。うまシングオッケー。うまシングオッケー。これもうたまらんやり合いや。もう桃ジューシーでむちゃくちゃ果汁が口の中出てくる。でもね、これだったら皆さん多分、え、スイーツじゃなくてただの果物じゃんと思うでしょ。甘いんですよ、ちゃんとスイーツなんですよ。見てください、ここ、ここ見てください。じゃーん。はい、ほら種くり抜いてくれてて、その中に美味しいクリームがたっぷりですよ。れっきとしたスイーツなんですよね。岡山が優勝しそうな予感でございます、うん、そしてベルジェさん最高のお店です。そして桃太郎ジレビーチ姫ウマトラソウルすぎました。皆さんもぜひウマトラソウルを感じに岡山へお越しください。ウマトラソウル思いもかけてるから。1日2万5000個売れた主婦の店最地のおはぎ。どうも、宮城県住みます芸人のバクコメの半沢幸喜です。今私はですね、仙台駅から一番近い温泉街秋保温泉に来ております。こちらにですね、宮城を代表するスイーツがありますのでご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。オーソドックスな旅番組の始まりでいいよね。あ、BS みたいな、あのギャグしないっていうのは、うん、ちゃんと丁寧に作ってんな、ね、うん、読む時間も与えてくれてます。そう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 、買ってきました。こちらです。人柄が出てるわ。秋湯おはぎ、うまそう。おいしそう。
2個で250円、125円、リーズナブル。いいよ。大人気のあんこと、きなこと、黒ごま。なんとですね、こちらの主婦の店、最中ですね、お惣菜美味しい、お弁当美味しい、けど一番人気がですね、このおはぎなんですよ。平日なんと7000個、土日になると2万個も売れる。最大だと1日2万5000個も売れたことがあるという、めちゃくちゃ大人気のおはぎなんです。すごいたっぷりのあんなんですよ。もち米がですね、これ 40g に対してあんが 80g と、あんがたっぷりとってるんですよ。塩と砂糖だけで味付けしてあるんでね、この余計なもの一切入ってない健康的なおはぎなんですよ。あんまり余計なことしないこの人。この人余計なことしない、うん、最高。卓球のおはぎみたいな人やってますね。いやほんまに紹介される人のこと大事に考えてますね。前傾姿勢やしな。甘そうに見えるでしょ。これね、甘すぎないんですよ。中のもち米がね、ほんともちもちのふわふわですね。ちょうどいい甘さです、本当に。うん、大好に美味しいです。きなこも開けてみましょうか。たっぷりです、これ。たっぷりのきなこが入ってますよ。ね、きなこ餅って強気でモニターしながらやってるでしょ。ずっとになります。かなりちゃんとしてくれてるよ、ね、これも。でも抜けもいいですね。抜けいやもういい、うん、これまうまい。皆さんもですね、宮城県のスイーツといったら秋保温泉にあります主婦の店最地の秋保おはぎ、ぜひとも食べていただきたいと思います。続いて山形県住みます芸人ソラシド本坊さん、8月オープン人気店でたくさんのスイーツをいただきました。はい、こちらですね、山形県のまあランドマークとなってます文章館でございますよね。この文章館というのは昔の県庁で、このなんだ明治の香りが漂うというかね、すごい立派なあの歴史のある建物なんですけども、ここにあのカフェがあって、旬なものやっぱ食べると元気になるから、ほんま食べようと思って早速カフェの方行ってみようと思います。どうもこんにちは、そらしの水口です。今回本坊さんがやってきたこちらの文章館、建物の中もレトロで素敵な雰囲気でいっぱいです。2人がね、こちらの山形フルーツカフェオミフルさんは旬の果物が味わえる最近オープンしたばかりの話題の人気店なんですよ。メインのスイーツが登場。桃ラテ、桃のコンポートに濃厚ミルクをたっぷり注いだ贅沢フルーツラテです。めっちゃうまいかも。ジャムうまいね。これ女の人好きだね。ものすごいクリーミー、濃いミルクの香りがしてジャムと一緒ね。そして話題のスイーツがこちら、桃のクロッフル。クロワッサンの生地をワッフル状に焼き、桃をふんだんに添えたちょっと変わった食感のスイーツです。ナイス。桃と一緒に食べようかな。結構パリパリ。いただきます。このクロッフルの歯ごたえは初めてだね。なんかワッフルとも違う、クロワッサンとも違う。外はパリパリなんだけど中もちもち。他にもこんなたくさんのスイーツを堪能しました。食べ過ぎやろ。塩コーヒー。さらにこちらのカフェでは旬の果物を手頃な値段でお買い求めできますよ。桃1個100円。いやほんまに安い。安っ。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。普段はあの吉本に来てくれて、ね、あら落ちあらあら、最後本坊さんここ回答終わりましたよ。
ね、書いてましたね。書いてた。吉本でつけてください。って言われました。まともにやってはバクコメさんに勝てないですよ、ね。勝たれへんよね。すごい。いやだって本坊さんなんて美味しいやと思うけど、マスクこの顎につけてるのがすごい気になるんだよね。確かに。その前のやっぱおはぎをちゃんとバクコメさんがちゃんとやってたから、やっぱ順番も悪かったんちゃうかな。出順ね。出順も大事です。風の音とか雑踏全く入ってなかったんですよ。バクコメさんのやつは。あのすんごい風貌つけてるやと思うんですけど。一番最初のクリなんて、うん、風しか聞こえなかったもん最初、うん、だからそういう意味で言うとちゃんとあの丁寧に作ってる VTR を、ね、おはぎ宮城県のおはぎ1日2万5000個いや正直絵面のパンチ力で言うと、はい、おはぎってちょっとこうね弱いとこあるんかなと思ったけどそこをうまくカバーしてたっていう感じはしましたねでやっぱり前半3人がやっぱもうつかみやりたーってしゃあなかったけどやってましたねやっぱちゃんとおはぎはちゃんとおはぎがメインになってるから確かにおうおうでやっぱ前傾姿勢というかこういう感じでいやよかったですねなんか伝わってくるよ、ねね、いやね前傾姿勢っていいんですけどね前傾姿勢って丁寧に見えるんですよねそう見える見える見える食べてみたいと思うし確かにでなおかつなんかちょっとずつの言うたらお惣菜とかウニご飯とか、はい、おかずとかも売れるっていうんで あ、ね、あ、ウニご飯って宮城県有名なんやとかねいろいろあ、あれもちょっと食べてみたいなとかいう余白が VTR にちゃんとあるし、ねはい、なおかつピン芸人やが丁寧に地元に愛されてるなっていう、うん行きたくなりましたねなったちょっともう優勝ちゃうんいや、ね、いやそんな感じ誰勝てんのかなっていうところ、ね、上回れるかな正攻法では勝てないよ勝たれへんと思うあのでもあの、老舗の持ち店の、あの栗赤飯はいはいねあれも美味しいみんなどっちかというと赤飯の方に食いついてましたもんねそうなのよあの、うん、あの黒塩のねあの塩のごまで食べて、はいうん、お茶飲んで、ね、最後はちょっとこうはなんかそういう和のもおまんじゅうとかで締めたいっていう感じですけどいいす、ね、それこそあのねよくあの一緒に大福ありましたけどね、うん、うまかった、うん岡山県がちょっとこうガチャガチャやっぱピン芸人2人で行ったら飽きませんよね絶対か、うん、ピン芸人がお互い順番に取る側映る側になると、はい、ああいう地獄やつみたいなんだよねなんかねやっぱ回してる方もピン芸人だからこのハローさんが映ってる時間にエニシングさんがもう今か今かとしてるのかなとか考えちゃうんですよねエニシングはまあこの番組古いから、うん、そうですよいやいやハローさんは何も分かってはれへんみたいな、はい、何もこの人分かってはれへん分かってはれウマトラソウルこけた時のこと考えてないやろずっとウマトラソウルやったと思ったんですうまーって言った瞬間になんか手ごそごそしたからまあもう絶対マイク持つやんと思ってうまいって思ってないよもうマイク探してるもんウマトラソウルのことしか考えてないんですよ確かにね確かに美味しいねんけどね桃太郎ジュレですからいや良かったですそういう意味で言うとやっぱりレベルは高いよそれぞれそうですねいやスイーツやっぱいいですねそれぞれこう土地のものが出てくるとかねいい確かに確かにいやだからそのソラシドはね、はい水口くん本坊くんが出水口くんが終わって勝手に自分でナレーションするっていう、はい、本坊くん、ね、水口さんの話知ってますはい、はい、どうした水口さんあの、まあ、山形住みやすい山形ですからあのむちゃむちゃな火傷になったえいやあのこれねみんなまだ知らなかったよ教えて教えてこれただ、まあ、結構なあの本当に火傷をしたんです山形でちょっと、まあ、結構前ですねもうねこれでこれね、まだ言うたら、まあ、もうちょっと退院はしてるとまあよかったよリハビリもして、まあ、一応オフィシャル的にもこういう火傷しましたって言ったんですけどあじゃあよかったよ、はい、ただ広がらないんですよね、この水口さんの火傷っていうのがもっとで、だってここ知らなかったっていうこと知らなかったオフィシャルで発信してるけど広がってないだけで、うんうん、あの人今むちゃくちゃな火傷を負ってるっていう状態火傷を負いながらナレーションそうなんです、だからほんまは出たいねこれその後やと思うんですよなるほどなるほど出れないかもしれない出ない映らない方がいいというそんなにものえそんなものを背負って、はい、あの本坊が食べたジュレはとか言ってたやん言って、はい、で最後相方の本坊さんがここ書いて終わるいやだから僕そうなんですよいや本坊もっと死ぬ気でやらんと確かに
でもっと広げてね、いやツイッターでなんか応援のハッシュタグなんか応援するとかさ、はいはいはい、あのなんか治りますようにとかさ、はい、そういう自発的な流れになって、ムーブメントになってないでよ。なんかね、全然広がらないんですよ。で、まあ、ただまあ、だからその、まあ、あのそのね、経緯がね、なんであのね、いや、もうこれね、あのこもうまあ、生きてるからあれですけど、あのむちゃくちゃおもろいんですよ。だから、ちょっとこれここでというより、まあ、また具体的に何かこうあの水口さんが復帰をされた時に、なんかもうそれこそ水口軍団の僕は一員なわけですよ。ああ、なるほど、はい、ですからもう水口軍団他にもいっぱいいるんですよ。 GAG の坂本であったり、末広がりの南條であったりとか、はいはいはい、まあ、先輩で言ったらもうあの河本さんもすごくね、はいはい、あの水口さんと親しくしててとか、だからその復帰の際にこのこれを全部ドンと出してこう今か今かと今あの水口軍団がよだれを垂らしてる状態で、今は今言うともったいないから我慢してんねん。これね、まだちょっと先になる可能性もあるのでね。でちょチーキーズがやってる限り、はい、いいタイミングでちょっとつないだりとか。いやそうですよね。だから前回つないだら、はい、ミュートしてもうたからさ。いやそうでしたね。いやだから確かに、だから怖いのよ。こっちも生配信してるからつなげないっていうか、なかなかね、生はちょっと怖い部分もあるかもしれない。これちょっとね、東野さんちょっとまたあの後で言うの、いや後で今度聞く、はい、ちゃんとしたところで。そうですね、お、はい、本当にそれを背負っての山形のスイーツやったと思って。そういうことやったね。じゃあそれにしても相方こんなん絶対あげないよ。顎パスとかそうなんですよ。書いて終わっていったとは思ったんですけど僕は。そうかそうか、わかりました。ちょっとね、はい、そちらの方も後々皆さんファンの方楽しみにしてください。はい、さあ、はい、それでは続いてこちらの企画に参りましょう。何でしょう。取れたてチーキーズストア。はい、チーキーズストアとは、2011年から地方創生をテーマに展開している吉本住みますプロジェクト、はい、そこに参加している吉本住みます芸人や吉本興業エリア社員が出身地だから住み続けているから知っている推薦したい物産品を吉本独自のネットワークによりチョイスして販売している、これがチーキーズストア、はい、誰かの日常にあなたの特別が隠れているをテーマに全国各地の隠れた物産品をお届けします。はい、さあ今日紹介するのは、うん、ロバートババちゃんとネクストハラミ。ネクストハラミ、ババちゃんはその料理詳しいし、はい、信頼を受けますよ。はい、はい、このババさんがちょっと関わったこのネクストハラミ、はい、何なのか、実際にババさんから VTR 届いております。ご覧ください、どうぞ。チーキーズチャンネルをご覧の皆さん、東野さん、はい、和牛のお二人、こんばんは、ロバート馬場です。はい、今回僕が PR するのはロバート馬場ちゃんとネクストハラミという、植物性でできた代替肉の商品です。2時間自然解凍してもらってフライパンで焦げ目がつくまで焼くだけで、肉みたいな本当にですねジューシーな、ハラミのような、植物性由来のタンパク質たっぷりなお肉となっております。僕もですね最近、夜にですねお肉を食べるとやっぱり胃もたれするようになったんですが、これならですねもう全然夜食べても夜中食べようが胃もたれしないです。でなおかつお肉の食べ応えがあるということでですね、あのお肉が食べられないアレルギーの方とかも食べれる商品となっておりますので、ぜひスタジオで食べてみてください、うん、めちゃくちゃ美味しいと思います。いやどういう、ネクストハラミでハラミのようでハラミじゃないってことでしょ、そうですね、だいたい最近ねそういうの増えてますけど、僕も食べたことないからどのぐらいちゃんと肉に、ね、なってるのか。そうそう、ね、植物性とか言ってたもんね、はい、だからまあ、ね、動物は動物性のものは一切入ってない、入ってないっていいの食べて、はいどうぞ。ガチで言うよ、そうですね、いただきます。え、見た目も肉っぽくなってるけど、うんうん、あー、なるほど、どうですか、うん、いや、まずくない、うん、美味しいよ、うん、あ、タレつけたら余計うまい、うん、あ、確かに、うん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 、歯ごたえも似てますね、うんうん、あるある、うん、食べ応えある、おいしい、不思議、ね、肉と
油揚げの間ぐらいの食感じゃない、うん、やっぱ大豆使ってるからですかな、大豆ですよね、これだってでも肉よりな感じや、はい、美味しい、確かにね、食べ応えもまあありますよね。で、これがこのタレね、はいはいはい、付属のタレなんですけど、これを馬場さんがまあ監修をされたと、あ、なるほど、ということなんです。美味しい、うん、このタレも美味しいですね、うん、美味しい美味しい、美味しい、これは肉食べた満足感ありますわ、うん、こんな今聞いたからそう思うけど、はい、何も知らんと言ったら、まあ、普通にそんなに変わった味やなっていう感じで、うん、なんか分かれへん、へえ、さあこちらの商品は、まあ、食を通して笑顔を作り持続可能な社会を実現していく SDGs の取り組みに向けたプロジェクトの第1弾として、ババさんとこの地球を終わらせないを掲げる NEXT Meats のコラボ商品なんですね、うん、で美味しくて健康的な大豆由来の代替肉ということで、 NEXT なんや、 NEXT Meats やからこれからこういうのをどんどん作っていこうってことなんや、うん、へえ、はい、なんかすごい社を挙げてやっていこうとって感じがすごい伝わってきた今。そうですね、まあ、吉本結構前からね、あの SDGs にあの力を入れ始め、やってたやってた、それがまあこういったの食品にまで及んでる、はい、ということですね、はいはい、ということでこちらの、ロバート馬場ちゃんとネクストハラミは、チーキーズストアで10月の26日なので、あ、もう本日からですね、発売開始ということです。すげえな、ババちゃんの顔ちゃんと乗ってんねや、すごいです、ね、僕これめっちゃ買うかもしれない。あー、そう、あー、いや、ええやん、ええやん、ヘルシーやしね、うん、水田も勧めるネクストハラミ、うん、いいんじゃない、かも。さあこちら、ちなみに商品にはロバートババさんの手書きメッセージが添えられているそうなんです。優しいな、はい、気になる方はぜひ地域ズストアでチェックをしてみてください。なんか吉本には珍しくこのパッケージ、感じよね。確かに、あ、そうですね、確かに珍しいよ、吉本でこういうパッケージあったかい感じって、ちゃんと美味しそうな、うん、美味しそうやし、ネクストミーツさんとのコラボだから、ちょっとそのネクストミーツさんの要素が強いかもしれない。いや、かもわからない。ババちゃんが自然体な感じで映ってるから、ついつい我々世代の芸人は目向くからね。いやいや、ネクスト。目向く。いやいやわ。いや、いやでしょ。カペタの作者の人のやつや、もう。そっち側の人間やもん。いや、だから、あのババちゃんのこのフラットなプレーンな感じが、はいはい、この商品となんか相性がいいという、確かに目向いてないの、ママちゃん全然目向いてない。これが秋山やったらなんかちょっとこうなんかこう持たれる感じするけど、確かにちょうどいいと思う、選んだ人生、ね、はい、こちらの商品皆さんもぜひちょっと検索してお試しください、はい、お願いします。さあ、それでは、はい、ノミネート動画後半戦でございますから、はい、スイーツね、ちょっと最後に大賞決めますんで、はい、真剣に見てみましょう、お願いします、はい、それでは5本ご覧いただきます、どうぞどうぞ。北海道住みます芸人お嬢さん、北海道秋の味覚リンゴがゴロゴロ入ったおやきとぶどうソースたっぷりのソフトクリーム。北海道住みます芸人のお嬢です。私が住んでいる、そして私の出身である岩見沢の、うん、もう小さい時からお世話になってます岩見沢の老舗のおやき屋さん、福水道さん、福水道さんに行ってます。北海道におやき屋さん、福水道さんで育ったと言っても過言ではないです、ね、私、はい、こんにちは、行く地元の人に、なんかお家に帰ってきた感じ、私に住んでは、うん、さあ、ほらほら、いっぱいおやきのね、種類があるの。あ、これ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 、期間限定リンゴクリーム、安い、ね、リンゴ、期間限定のね、リンゴのおやき、おやき、なんか気になるね、回転焼きみたいな、いきます、おいしょ、あ、リンゴ発見、リンゴ発見しました、音が発見、発見です。いや、ちょっと我々想像つかんで、ね、このタイプ、そうですね、なんかこう、回転焼きあんこがあるとかイメージだけど、がっつり果物入ってますもんね、シャキシャキしてる、すごい魔女っぽい顔やった、ね、でもリンゴシャキシャキしてる、口に入れるとちょっと魔女感、なんかかき氷うまそうや、でもあ、美味しい、リンゴクリームだ、ちょっと酸味がある、リンゴクリームです。いや、ヤミダのスイーツ堪能しました、へー、お水前のみさんにやってまいりました、うん、こんに
けない。そして温水ワイナリーさんで社長の倉橋さんにも登場していただきます。ありがとうございます。お願いします。おすすめ教えていただいてもよろしいでしょうか。うちの自社畑で採れたブドウで、はい、ソースを作ってる赤ブドウ白ブドウですね。赤ブドウ白ブドウ、赤ブドウ白ブドウ、きたー、綺麗、めちゃくちゃ綺麗。なんかあの北海道はこういうの強いね。確かになんかこのイメージで言うと、美味しそう。ソフトクリームがまずもう強いっすね。強い強い、うん、おーおいしゅうございます。うわなんですかこれ。リアクション違うことだ。あのブドウの爽やかさ、リンゴのおやつ、めちゃくちゃソフトクリームに合いますね。そうですね、うん、あってもう結構いきますね。あまた違うでしょ、うん、また違う、うん、ちょっとそうですね、酸味もあり、うん、ソフトクリームの方が、あこれもまた全然楽しめる、ね、味が全然違うんで、向こうのはまあ食べ慣れた味でおっしゃってましたけども、はい、すごく味がいい。そうですね、色は目立たないですけど存在感も抜群、うん、はい、ブドウを食べてるって感じもしますし、スイーツ食べてるって感じもこう一石二鳥でございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、さあ続いて奈良県住みます芸人ビッテリンジン10打、秋の風味が香る大和田高原の完熟梨タルト、秋のご当地スイーツ戦争ということで、今回は奈良県住みます芸人のジッテリンジンの10打がですね、吉野の大江戸町にございますエスプレッソとケーキのお店ストレイキャットさんにやってまいりました。落ち着く環境、温かみのある照明最高でございます。ということで早速紹介したい奈良の秋のご当地スイーツはこちらでございます。大和田高原の完熟梨タルトでございます。どんなんやろ、梅垣さんみたいなちょっとそうですね、ゲームもちょっと飛び出しましたね。むちゃくちゃ美味しい。いろんなタルト食べてきたんですけど、一番うまいっすわ。いろんなタルト食べてきたんか。うまい、めちゃめちゃうまい。その上の感動いただきました。ちょっとオーナーの勝部さんにいろいろお話伺ってもよろしいですか。はい、この店は今年、はいはい、オープンされたんですか。はい、そうですね。これまたなぜこの大江戸にオープンされたんですか。はい、そうですね。はい、私3年前に、はい、地域おこし協力隊として、はいはい、東京からこっちに大江戸町に移住して、東京から来たんや、はい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 、まあ、私もともとコーヒーが好きだったこととか、はいはいはい、私の母もそのケーキ屋さんを開きたいっていう夢も一緒にちょっと叶えたいなっていう思いもあって、うん、だからコーヒーとケーキの店、それでこの地域の人たちにいろいろこの人たちと出会って、はいはい、ご縁をいただいて、うん、今回この場所でカフェをオープンすることができました。へえ、いただいたその梨の完熟タルト、はい、もちろんこの大淀の、はい、大和田の梨、梨を使ってます、うん、地域に貢献してるもんね。ちょっとだけこだわってる隠し味がちょっと教えていただいちょっとだけさ、企業秘密かも分かりますよ。ちょっとだけ秘密を教えてお前聞いても作らんやろって言うて大淀町の大和田高原の、うん、和田高原で育った木の上でしっかり完熟させてから収穫される甘くてジューシーな梨を使ってます、はいはい、私本来の味を生かすために、うん、甘さ控えめのコンポートに加工してから、で、あとタルト生地には米粉ときび砂糖を使って、めちゃくちゃ教えてくれる。二度焼きすることでサクサクに、二度焼きまで健康なタルトに仕上げています。だからあれサクサクやったんですね。はい、そうなんです。勝部さんの夢が詰まったこちらのエスプレッソとケーキのお店ストレイキャットに、ぜひね皆さん大淀に来られた際はぜひお越しください。夢が詰まってます。さあ続いて島根県住みます芸人奥村俊也、秋限定シャインマスカットの大福。すごいんちゃう。はい、どうも島根県住みます芸人奥村俊也です。さあ今回も島根県大地郡大南町に来ておりますというか住んでます、だから来ましたというところなんですけれども、今回秋のスイーツということなので、もうパッと僕の中で思いついたのがもうここだなと、もうここしかないなというふうに出てきたんで、それをちょっとご紹介したいと思います。もう来ております。
静間松月堂さんです。和菓子屋さんなんですけれどもね、秋のスイーツの和菓子といったらここなんですよ。早速ちょっと見ていきたいと思います。森もあるし、行ってきます。すごいんちゃう、ここ田舎の方。こんにちは。すいません、今ちょっと店内の中入らさせていただいたんですけれども、はい、こちらで今秋のいわゆるまあフルーツとかそういうのを使った秋の味覚ですよね。はい、なんかスイーツがあるってお聞きしてるんですけど、はい、はい、シャインマスカット大福を使っております。あ、シャインマスカット、これ大南町では有名なんですよ。この時期だけですもんね。はい、大体あの季節に合わせていろいろなあの大福を使ってますけどね。冬春は苺大福とか有名よね。夏はブルーベリー大福で、今秋はシャインマスカット大福をやってます。大南町さんも使われてるんですよね。これから大南町のシャインマスカットを使った大福が出ます。そうなんですよね。もう本当に大南町って静岡さんって言ったらこのフルーツを使った大福っていうのがブドウっていうシャインマスカットってすごいよね。美味しいね。シャインマスカット大福で思った思った、ね、昔これだね、ってそれが親子持ってきた非常に人気なんですよ、ね、変わりましたよね。変わった。早速食べてみたいと思います。まるまるシャインマスカット大きいやつまるまる1個入ってるんですから、ね、すごいですよ。いただきます。マールの牛皮好きですわ。あ、いいよね。いいですね。新鮮なこのマスカットの味がして、でまたこの外は柔らかい、実際あの白あんね入ってましたから、その甘さとあって、でも決してあのマスカットの甘さはそれによって殺されてます。しっかりと食べ物になりますよ。ということで島根県は大南町からね、秋のスイーツマスカットを使った大福、静間松月堂さんの大福をお届けしました。食べてる感じ。バイバイ。ね、さあ続いて富山県すみます芸人吉田サラダさん、超美味しいお札のモンブラン。どうも小栗旬です。違うか、吉田サラダです。本日はですね、富山県氷見市のパティスリー旬さんにお伺いしたいと思います。最後に意見が、ここら辺氷見市では奥さんと子供で行ってる、その田んぼの中にポツンとめっちゃ県が行かれてる、メルヘンな建物がございます。そう早速ね、オーナーにお会いしたいと思うんですけども、どんなメルヘンなオーナーが待っているか楽しみです。行きましょう。メルヘンなオーナーはどちらにいるんで、いた。そうですね。あ、こんにちは。全然メルヘンじゃない。メルヘン、メルヘン。氷見市にあるパティスリー旬のオーナーパティシエ旬さんです。かっこええ。旬です。旬です。ちょっと秋のスイーツを探しに来たんで紹介してもらっていいですか。小さまありがとうございます。はい、じゃあ小さな秋見つけに行きましょう。お願いします。まあ一押しの秋っていうかな、襟の立て方がお札モンブラン、うちの方ではまあ氷見なんですが、まあ近く北陸、まあ石川っていうところで、あの五郎島金時っていうさつまいもが美味しく出回ってきますので、それを使ったさつまいものモンブランです。シュこちらですね。あ、そうですね、お見せします。だから言うたらやんちゃな時代っていうか、後ろでやってる、後ろで後ろでやってる。うん、うわめっちゃまずい。違うか。まずいか。違うか。美味しいです。めちゃくちゃうまそうな見た目だったんで、めちゃまずい。甘いかどうかも口に入れたらめちゃくちゃ上品な甘さで、スッと溶ける感じで、で後からほのかに甘さがぶわーっと広がる感じです。ラーメンこのシュンさん特製のお札のモンブラン。フェッテという砂糖を使っていない生クリームだったり、その下にさつまいもの甘露煮を入れたり、何層にも旬さんの仕掛けがあって、味も食感もいろいろ変わる、めちゃくちゃエンターテインメントな美味しいスイーツなんです。残念ながら氷見に来なくては来なくちゃ食べれませんので、ぜひ氷見に走ってきてください。よろしくお願いします。いや、これ何もその気持ちがいい。さあ続いて宮崎県すいます芸人嫁恐竜、インスタで人気新感覚のクレープブリュレ。
楽しい街なんだ。ねえ、いいですね。秋のご当地スイーツ戦争。よっしゃー、始まった。よっしゃ、始まった。待ってましたよ。青島にも結構そのスイーツの店がありまして、いろいろ出てるんですか。出てるんですよ、最近。てるの。やるぞって。インスタとかでも映えそうなスイーツ、ね、スイーツが結構ね、出てるんですよ、青島に。こちらなんですけど。青島サーフィン。青島クレープさん。クレープ。そうなんですよ。ちょっとおしゃれじゃないですか、外観も。おお、知らんかった。そこで来てるんです、行ってみましょう。青島プレープ。こんにちは。青島クレープ、この青島クレープで始めてきたんですけど、すごい美味しかったんですけど、俺が有名なんですよね。やってますよ。クレープブリュレ、はい、クレープブリュレ。クレープはなんかこうパタパタってした感じで、ブリュレって何なんですか。は、あの巻き上げてるんですけど、はい、カスタードの表面を炙ったら美味しいもん。あ、はい、これですか。あ、そうです。うわ、見て、なんかいいっすね。あ、ここにクレープ、キャラメルソース、うん、生クリーム、白玉入ってる。そうですね。もう世界中の甘が集まってるよ、甘いものが。じゃあ僕、あのとろけるチーズとツナでお願いします。いや、スイーツとか飲めよ。普通にこのご飯系のやつだって、ご飯系の結構あるんですよ、ここ。珍しいですね。ほら、お前食べなかったか。あ、僕、すみません、チーズ&ウインナーちゃんと食事しようと。やっぱりちゃうか、分かりやすい。ちゃうか、いいですね。分かってなかったですね。クリームブリュレ、いただきます。ここがね、見てほしい。思ってた顔と全然違う。サクサクしてるのよ、ここが。ああ、いいですね。開いたら中にほらクリームがいっぱい入ってる。これは人気でそう。いただきます。うん、うまい。この焦がしたところとクリームが。何これ。もううまそうやもん。すげえうまい。でほら中にフレークが出てきましたよ、ほら。これずっと楽しいじゃん、これちょっと混ぜながら。女子は好きよね。どんどん味が変化していくってことや。うまっ。私はね、あのソーセージチーズ、もうスイーツでしょこれ。あ、うまっ。ボリュームあんねや。どんさん見る。うん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 、すごい肉汁が。へー、たまってんの。ジョンソンビルから飛ばす肉汁、すごっ。いやー、うん、なんかレベル高いね、全部。うん、そうですね。美味しそうでしたね。北海道はもうだからブドウソフトクリームがもうメインってことで。で、あの一応リンゴの焼きと、なんで、あのリンゴの焼きがまあどちらかというとっていう。リアクションがもうだってもうソフトの方がもう数段上やったからさ。あの草原のとことか牧場の感じでテンション上がるからね。だからおやきってあのイメージで言うと長野県のおやきのイメージだけど、うん、はい、なんか北海道の場合は回転焼きのあんこの代わりに、うん、ね、リンゴがあるっていう、うんうん、だから何とも言えん、なんか食べたことないってるって言ってましたしね。やっぱりそ地域地域によってスイーツってやっぱ違うんです ね、うん、ね。我々は関西はだってあんこやもんね。そうです、ね、回転焼きとか、はい、ご座候楼とかね。ご座候楼って言います。お店の名前ご座候楼って言ったりとかするから、いろいろ言い方があるのよ。 そ、うん、あ、そうですよね。そうそうそう、はい、奈良県の梨タルト。梨タルト、まあ、東京からね移り住んでっていうのがまた最近オープンされたというね。だからお母さんと娘さんの夢でコーヒーとケーキのお店をってことですから。そうです、ね、だからあんなに落ち着く環境って言ったんですかね。いやいや、あの娘さんのとかお母さんの話もっと聞きたいけどさ、あの人やっぱ強い、あの人が強いから。強いですね、うん、ジッテリンジ。ジューダがね、うん、ジューダっていう名前ももう強いですもんね、ちょっと。八でも七でもね、ジューダ。で、あの人はあの人に出したるとね、こう言うたら前に出したいんだけど、全然入ってこなかった、こっちは。こっち側にね。いや、ジューダの部位でしたね、ちょっと、はい、シャインマスカット大福は、はいはい、これ興味あったけどね、うん、一番最後のそう食べるとこなかったのよ。そうでしたよね。なんか分かんない、俺は喋ってパッと見たらもう食べてましたね。食べてましたっけ。
あ、食べてない。あ、そうなんや。食べた後にずっと説明してくれてたんですね、あれ。ああ、そうかそうか。食べてないかも。だから食べる前にめっちゃ説明するんやと思って、うん、いや一瞬だけ3人でよそ見するぐらいなんかで盛り上がったってことでしょうね。そうか、申し訳ないですね。それはね、ナスタルトのあれがナスタルトが響いてんねん。ジューダーがまだ残ってて、うん、そう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 、あれが引っ張りすぎてて、だからやっぱハンザー、あのバックコメのハンザーさんぐらいこうもうちょっとこうモグモグしてるシーンがやっぱ必要だったんだよね。そうそうそう。そういう意味で言うと富山県の氷見のすみます芸人になった、うん、あの物言いのね、はい、吉田サラダ、はい、あちゃうかっていうやつね、小栗旬です、うん、ちゃうかってわーって最近あのすみます芸人になったの。縁もゆかりもない場所に出身じゃないんですね。ないのよ、うん。ほんで一緒にコンビで行こうって言って、うん、コンビで行こうって言ってその行く何日か3日前2日前に、はい、うん、ちょっとキャンセルします。そんな直前で、で、でもまあ別に東京で仕事があったら東京で会えるし、うん、大阪だったら大阪で会えるからとにかく家族子供で行って、で行ったけどすごい居心地がいいって言ってた。ものすごい、その家族で過ごすのじゃすごいいい環境だったんですね。いや、あの福井、富山県とかは家族とか物価も安くて、うん、空気もいい、食べ物も美味しいからいいし、うん、で自然とああいうボケ、あのまずいとか言ってもまずい後ろでこうやらへんからっていうね自分とこのまずい言われておーいって言わなかったところ、いや、なんかお互いがボケるから笑い飯よ、富山の笑い飯、富山の笑い飯あれって富山の笑い飯やから、笑い飯さんも片方ボケたら片方突っ込んでくれるんですけど、いやいや、これこれなんなのよあれ、初めて言いましたよ進めてる後ろでオーナーこうやっていいやね、あれ、いやだからなんかあの二人のやり取り面白いよね。よかったですね。なんかお互い気使わんというか、そうですね、お互いあの相手のこと考えないっていうか、うんうん、そうですよね、お互いボケっぱなしやから、そうですね、どっちも楽しそうですしね。でも最後ちゃんとモンブランもちゃんと包丁でちゃんとこうね、はいはいはい、断面見せてくれるっていう優しさもあっていいと思います、うん、あれすごい分かりやすかったですよね。そうそうそう、はい、宮崎県のクレープブリュレ、ね、はい、もうなんか宮崎県で有名になるぞっていう気持ちが強すぎて、うん、食材入ってこなかっただいぶね、頭も2人で何色にするかの会議それよって言って相当な覚悟です、ね、覚悟です。緑にコンビで緑はだいぶ覚悟いるな。そうそう、で、青島っていう、まあ、サーフィンする人がたくさんいるところですから。そうなんですね、はいはい、でおしゃれな店もあるし、で食べ物を注文するっていうボケを店の方が聞いてなかったって、こうレジ見てる、レジ見てね二人もボケて突っ込んでをずっと背中向けてやるってね、あの背中向けたな、ね、せめて体開いてほしかったな。いやいや、これからですから。いや、そうですよね。そう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 、うん、そういう意味で言うとなんかこうフレッシュな感じでいいと思いますけども、はい、以上がこれ10組。そうですね、いやレベル高いね。これで10組すべて出揃いました。もう一度見てもらいましょう、はい、スイーツ戦争ね、はい、ちょっと待って、どれも美味しそうでしたよ。これ選ぶときはじゃあ何を言う、あの右端のそのモンブランとかスイーツ、桃太郎ジュレとか食べ物言いましょうか。食べ物言いましょうか。確かにそうですね。あっこのあの赤飯は入れないで考えていいですか。赤飯も入れるんですか。もう全部入れる、もうそんなも関係なし。まあ、そうですね、最後のクレープブリュレもあのウインナーの入ってたやつも入れるし、もう割れるし、もうとにかく一番こうぐさっわしづかみにされた、はい、今度行く時があったら行きたいなって思うやつ、はい、分かりました。そうですね、でも本当に迷いますね。迷う、何気に我々3人で VTR の悪口言ってたけどレベル高かったよね。いや、そうなんですよそうですね、なんか我々って嫌なやつだね。いやいや、でも、はい、全部美味しく打ち合わせたよね。いや、本当にいやいや、言いましたけど、でも全部良かったです。楽しそうやし、はい、じゃあお前らやれやって言ったらこんなできませんから、ね、そこですよね漫画の話して、いやいや、東野さん震えてるやん。あ、美味しいです、美味しいですじゃダメ、スタジオ了解しますすぐ。いや、これね、わかりました、じゃあ行きましょう。はい、はい、そうやな、はい、あ、そうか、でも同じ、ごめんなさい、今気づいたんですけど同じのも出てくんのかな。絵を出てきても、あ、説明も兼ねて、こう端っこだけ言うとね、かぶりが出てくる、大福とかもかぶるし、例えばモンブランとか、あ、もう絵を別にかぶったらかぶったで、ちょっとその時の口頭で、
あ、わかりました。お札のモンブランとか。はい。モンブラン。なるほど。行きましょう、行きましょう。はい。じゃあ、せーのでいきますね。はい、お願いします。はい。せーの。おはぎ。あ、そっち、ちょっと待って。え、おはぎ。おはぎ。いや、もう本命がそのままゴールしたら。いや、レベルが高すぎて。いや、確かにね。いやいや、わかり、僕もね。めっちゃ力出るやん。いやいや、いやいやいや、まあ、食べ物でボケたらあかんって清志と言ってた食べ物はもういやいや、ま、あのその笑いしたらあかんって、うん、まあ、確かに清志は僕もあの僕はねモンブランって言ったんですよ。やっぱりね、あの楽しそうな富山の、ああいいいい、あのね、吉田さんだの、はい、これねモンブラン、はい、モンブランよかったよかった、関係性みたいなものマジでいい、マジでいいんですけど、まあ僕もでもあの競ったのはおはぎでしたはい、そうよね、やっぱプロフェッショナルっていう NHK の番組出てるっていうのも強いし、はい、やっぱちょっと食べてみたいな思うし、そうですね、どこにでもあるものやからこそちょっと食べ比べてみたいですね、おはぎをどのぐらいの、うん、でこの2組っていうかその、おはぎとこのモンブラン、おはぎの VTR はなんかこう愛情を込めて真面目にやってくれた V で よかったし、そうでしたね、でその、福井県のそのねモンブランはおもろい V でなおかつ美味しそうやったっていうところやから、うん、はい、二強っちゃ二強よね、いやいや強かったですね本当、うん、でも他も良かったですね、良かった良かった、迷いましたということで、ただ、はい、結果として今月のチキーズチャンネルアワードは、はい、爆米半沢さんのおはぎに決定いたしました、はい、これでもだから秋やったから次冬のスイーツもできるよね、あ、確かにそうですね、冬のスイーツもできるし、いいですね、でなおかつ冬になってくると日本列島やっぱり北の方は雪とかさ状況もきつくなるから、はいはい、外寒いから店入った時にあったかいお店で食べるもんとかが、まあ、より美味しく、確かに冬のスイーツ強そうですね、北の方はね、あるし、そういうのもスイーツは全然いけると思うから、また第2回やってほしいよね、盛り上がりましたね、いやいや盛り上がった盛り上がった楽しそうだと思います、はい、ということで、はい、今回ノミネートされた動画は全てチーキーズチャンネルで完全版をご覧いただけます、はい、皆さんチーキーズチャンネルのサイトからチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします。そして、一般の方からの投稿もお待ちしております。過去にはですね、はい、宮崎県高千穂町の役場の方から高千穂峡の絶景映像や、一般の方から沖縄の美しい風景の映像などもノミネートされております。で、ツイッター、インスタ、TikTok からも気軽に応募していただけます、はい、皆さんの普段の風景がバズる動画になるかもしれません、はい、12月に発表される年間アワードに選ばれれば100万円分のギフト券獲得できるチャンスがあります。来月、再来月だからもうまだ滑り込めるっていうことですよね、この年間アワード100万円ギフト券、まあ、10月次11、12やからあと2ヶ月やね、すごいですね、とうとう出るんですね、100万円分のギフト券、ちょっとなんか我々も緊張してきましたよね、いやいやなんかあんまふざけられへんというか、いやいや変な人選んだらもう何やねんそれって、ふざけるなら来月しかない来月や、来月はふざけようとにかく結果真剣に見入って選んでしまいますけどね、来月はまたそういう感じでテーマがあってやるわけでしょ、はい、楽しみにしてしたいと思います。はい、いろいろ冬の煮込み料理とか、ああいい、それもいいですね、あーいいね、あと大根選手権とかね、冬の大根選手権、それぞれの地域の大根の美味しい食べ方、ね、いや10本、あーなるほどね、しないやつあるでしょうからね、うん、で多分おでんで3つぐらい被りますから、ね、被るやろな冬の大根はおでん強いやろな、さあ一体どうなるんでしょうか、さあ地域チャンネルアードまた来月お会いしましょう、さようなら、さようなら。少々お待ちください。ちょっと待って。